ぐ。いただきます。はい、久しぶりに男うめ。お、そうなんだ、今日は。これは本当に久しぶりだね。美味しい。美味しい。うん。よかった。安定の美味しい。うん、あ、サラダも美味しい。食べちゃった。バイキング。うん。うん。さっぱり。うん。よし、これはナムルとは違うの？ナムルとまた違うの。あ、そうだ。いただきます。うまっ。ね、さっぱりしてる。うん、めちゃくちゃ進むわ。うん、お酒に合うよね。うん、お酒でも美味しい。美味しいね。うん、うん、あんなカニみたいな匂いするの気にするか。カニが入ってるからね。うん、よいしょ、ちゃんとね味付け大丈夫？うん、おいしい。え、おいしい？うん、え、おいしいじゃん。おいしい。ちゃんと麺が焼けてるから香ばしい香りして、全然いい、全然いい。でもやっぱりパパの言った通り塩コショウでにしときいいね。うん、うまっ。おいしいね。あんの味なんだ？うん、甘酢、甘酢、甘酢あん、甘いアクセントがまたいいわ。うん、いや、本当に美味しい。本当に美味しいでしょ。うん、いや、本当にそれこそさっき言ってた、あの麺がやっぱり深い、あの焼いてるから、うん、あのすすった時にすっごい香ばしい香り、本当にうまい。うん、おつまみソムリエさんになったいつも通り。うん、ちょっとね、わざとね、焦げ目つくように焼いて。あ、そうなの？ちょっと、うん、いや、すごい今美味しい香りのオンパレードって感じ。うん、昔自分で作ったことあるんだけど、うん、豆腐のステーキみたいな。あ、そうなの。一枚そのままボンってやった。うーん、これはあれだわ、ボリュームありすぎてさ。うん、ニンニクとバターが効いてる。うんうんうん、うん、うん、ニンニクとバターが効いてる、一瞬で広がる。うん、また脱いでますけど、息子さん。うん、辛やられた。え、辛い？あ、これ、うん、ちょっとだよ、ラー油。いや、もうね、うまいもんだから、ね、最初はね、辛くないの、ちょびっとだから。うまいもんだからって、食ってたっけ。もう、いまだに口の中辛い。もう、熱い。うん。俺も辛い。辛いっていうか、辛くないんだけど、口にボッボして。そう？やられた。そうかしら。だから、常に続いてる感じ。もう、ファイヤー。ファイヤー。熱すぎる。うん、美味しい。うん、めちゃくちゃ、うん、さっぱり。ささみって本当にさ、うん、淡白だから味が染みやすいよね。そして、うん、ちょっとポン酢にした人じゃなくて、うん、そう、薄くね、全体にね、うん、あの味染みてる。染みてるよね。うん、うん、普通のお肉だとさ、脂がまとってるからさ、染み込みにくいじゃない？なるほどね。うん、よかった。めんつゆにわさび、わさびじゃねえ、生姜。めんつゆに生姜？うん、へえ。いや、私それ半分もらおう。はい。あ、はい。お、すごいいい音だね。うん。ちくわさんの旨味が出てる。うん、出てる。美味しい。予想以上に美味しい。おいしい。あ、生姜も合うね。うん、おいしい。やっぱ、ちくわってあの、うん、魚のすり身だから、うま、ん、みが出るんだね。うまみが出てるし、新玉も甘くておいしい。そしてやっぱり、カリカリに揚げた方が、うん、ね、香ばしくておいしいもん。ザクザクいい。うん。おいしい、おいしい。最近なんか面白いことあった。うん。何？とうとう庭が、うん、タンポポに侵略され始めた。ああ、またその時期がやってきたね。見た？見た？見た？今日タンポポ見た？私タンポポよりチューリップ、自分が、うん、植えたチューリップを観察した。うん、もうこれ明日あれだよ。草刈り機でブワーンでブワーンで。あ、そうなの？うん。明
明日散歩と成敗しに行く。あ、そうなの。あれほっとくとさ、綿毛になってさ、ご近所中タンポポまみれになっちゃう。そうだね、ご近所さんには目はかけれないよね、うん、ガスバーナーで焼いちゃうかな。やめて、火事になる。火事に、山火事になる。なんかたまに発想ぶっ飛んでんだよね。たまにじゃなくて、ね、結構ぶっ飛んでる。極論持ちですからさ。そうなんですよ、本当に。庭のタンポポガスバーナーで焼くってなかなか効かない。なかなか効かないし、本当危険だから、マジやめよう、よい子は。お隣さんに見られたら、お隣さんのご主人、昼間から庭出てガスバーナーでタンポポ焼いてるんだけど。本当に警察呼ばれる、うん、消防車来てるしね。どうしたんですかとか言って。いやでも本当にやらないからダメだよ、ガスバーナーは。明日タンポポと頑張ってタンポポと対決するんでしょ。うん、あ、手伝わないの。いや私編集あるし、明日雨だから。あ、嘘。雨なの。雨だよ。じゃあ焼けないじゃん、ガスバーナーで。頑張って。うん。雨か。雨だよ。雨か。